はい、今回91話ですね。まあみんなやめていくんですよ、 YouTube やっていても、やっぱ自己基準が高いんでしょうね。自分が YouTube スタートしたら、まあ急にチャンネル登録が増えてね、再生数がガーッとね、そんな1000、2000いかなくても、まあ、100ぐらい見てくれるんだろうみたいに思うかもしれませんし、まあ、そもそもねゼロだとへこむっていう精神がもうすでに自己評価高いんですよ。もう最初はゼロなわけですから、ゼロでいいわけですよね。であとはやっぱこう可能性を全然勘違いしてるかなと思うんですよ。きっと YouTube を始めようと思った時って誰かの影響で始めようと思ってると思うんですよね。特にオンラインサロンのメンバーになったりとか、私の速稼塾入ってくれるってことは、何かしらを始めようと思ってねスタートしてると思うんですよ。そして自分の動画を、じゃあ例えばね、花龍馬オンラインサロンに入ってる人は、花龍馬さん動画撮りました、見てください、拡散してくださいっていうふうにお願いすると、再生数まあ多少は取れるでしょう。私の速稼塾の中で YouTube を紹介してもらってね、チャンネル登録が1人も増えませんでしたとか、再生数が1も増えませんでしたってことは、まあありえないと思いますよ。チャンネル登録1万人以上いる私のチャンネルで紹介してチャンネル登録者が増えなかったとかね、再生数が伸びなかったとか言うんだったら、それは本当にね可能性ないんでやめてくださいって話ですよ。そんなことはないと思いますよ。特に10回ぐらい、まあ、試してみたらいいんじゃないですかね。じゃあ今日は何々さんを紹介します、この動画概要欄から URL クリックしてみてくださいってやって、誰も見ないってことありますかね、私がティーアップして。まあないと思うんですよ。でまずね、そういうところから始めていけば、自分よりも力のある人、自分よりもですよ、自分よりも力のある人、拡散力のある人に紹介してもらうってことを繰り返して、自分のファンを少しずつ広げていくとかね、そして自分の表現力をどんどんつけていくとか、そういうふうな方法もあるわけですよ。だからね、そのまずは YouTube のアカウント取って動画1本撮りました、それが大いなるスタートです。どんな有名人もヒカキンさんもはじめ社長も最初の1本それですからね。だから間違いなく同じ歩みを始めたわけですよ。その他の方法ないわけですよ。本当に見てくれるかな、こんなんでいいかなと思いながら出す、みんなそこは第一歩です。ただ単に動画のアップロード本数が数百本とか数千本になってくると、慣れてきて上手になってきてネタ探しに結構ね、まあ慣れてくるっていうんですかね、ネタ探しも上手になってくるんですよね。まあそれだけなんですよ。表現力も増えてくるしね。だからね、その YouTube の可能性に気づかないってことは、もうね全ての可能性チャンスに気づかないってことだと思いますし、まあ、こういう方もいるんですよ。私が動画の指導するんですよね。そしたら、まずはスマートフォンを横にしてくださいと、横にして撮りましょうって、縦にして撮ったらこれは結構ね見てる人からするとすごく不格好ですよと、まず横にして撮りましょうと。で自分と同じ目線で、ドアップでもいけないし引きすぎてもいけないから、だいたい画面の3分の1から5分の1ぐらいに自分の顔が出てくるように、そして背景も気をつけましょうねっていう風なことをスタートすると、いやいやこれでも一生懸命やってるんでできないですよみたいなね反論が始まるんですけども、いや私が言うんじゃなくて、あなたがこれから表現する先には必ず人がいますよと、自分の都合で許してくれる人あんまりいないから、まず見てる人のね都合に合わせていきましょうよっていう話をするんですけども、まあこっからねこんなことを話さないといけないのかっていうぐらい、しょうもないといえばしょうもないんですけども、でもねそこにボタンのかけ間違いがある、そこに気づかせてあげる、そこに行動をちょっとチェンジさせてあげるのが私の役目だと思いますので、これからも語りかけていこうと思いますよね。まあ、YouTube を始めたっていうだけでもものすごいチャンスですよ。どっかの会社に社員として入社するよりも100倍1000倍チャンスありますからね、絶対やった方がいいですね。そして自分の勤めてる会社、その会社でまだ YouTube 戦略をしてないとしたら、あなたがですよ YouTube の部長になって広告塔になってその会社を知らせるっていう風なね、そんな YouTube チャンネル会社に行ってやらせてもらったらいいじゃないですか。あなたが広報部長ですよね、もう外注する広告費はいらないですよ。その広告費に何百万をかけるよりも、あなた一人の給料に50万ぶち込んでもらった方が YouTube の拡散効果は高まりますよっていう風に社内に売り込んでみたらいいんですよ。すごいチャンスだと思いますけどね、私なら必ずやります社内に入ってね、一アルバイトであっても、この例えばねどっかコンビニにバイト行くじゃないですか、このコンビニを YouTube で知らせましょうってやりますね。そうすると周りのコンビニはそんなことやってないですからね、名物コンビニ、パートさんみたいなことで特集したりね、もうね打つ手いっぱいあるわけですよ。
今日の入荷商品はとかね、今日は18時に入荷しますとか言ってね、あんなことやったりね、はい入荷しましたみたいな感じでカードを押しながらもう販売するとか、さあ店舗の前でこう並んでるんじゃないですか、今日はチキン100円でいきますみたいなのを YouTube でやるとかね、まあ今日ってやったらあれですけども、じゃあ1月25日遅れてきたクリスマスみたいな感じで、またクリスマスサンタの格好をして1月24、25に向けてケーキの販売とかね、スイーツの販売とかやればいいんですよ、 YouTube で企画立てて。うん、別に新しく仕入れる必要はないです。すぐに、すでにそこにある店の商品でやればいいわけですよ。まあこういうふうなね、企画がもう自分勝手にできてコストがかからないのが YouTube のいいところじゃないですか。それこそね、どんな立場の人もできますよ。ね、飲食店でバイトしてる人がね、飲食店のシフトが減らされましたと、今回のコロナ禍でシフトなくなりました、なんか代わりの仕事ないですかっていうふうに YouTube で呼びかけてますからね。だからそういうことがね、無数にできますからね、やってみてはいいんじゃないでしょうか。91話以上でございます。